労働感想持ってきたらバレてもった。俺見えへんかったからまっすぐ前向いとったらよかったな思ってた。見つかった青だれ誰やろうな。で分かったやろすぐ。うん、分かった。あ、ごめんね。大人でだったっけな。なんせね、魚か海のもんがダメなんやんて、あの子ら。うん、ね、コーヒーと紅茶がダメな、お茶もあかんねんで。へー、宗教かなんか知らんけど、うんうん、うん。たこ焼き食べに行こうやって誘ったら、うん、タコダメ言われてさ、うん、牛すじ、ここね牛すじしかないわ思ってよ。さすが最初から見てるけど手慣れたな。もう何年だった？もう4年。4年か。早いわ。うん、もうそろそろいいかな思ってんねんけど。うん。あ、亀さんに任せたら大丈夫やね。それが一番安定なやばい。いや、僕はあの多いので、なんだろう、本当シンプルなんだけれども味わい深い、そんな。そしてその次は岡村さんマレーシア人はこの店始まって以来初めてじゃん。いやいや、イギリスの人も初めて。あ、イギリスも初めて。ワールドワイド、まあ、寄り道。ジョージア州の日本人は来るけど。あ、来るけどな、あれは来るけどな。イエーイ。よかった、普通のとこやったら牛すじたこ焼きなんかやってないやんか。ここやったら持ってこいやって、うん、あ、これお水、そっちらで、うん、牛、うん、牛すじカレー、うん、牛すじ。あとここで食べれるよ、だから。まさみちゃん。ママ。ゲソ唐揚げと軟骨唐揚げしたってくれる？ゲソと軟骨。あ、乾杯、乾杯、うん、お二人で、はい、乾杯、乾杯、乾杯、イエーイ。
しい。マサミはうまくない。イエーイ、よし、買っちゃいました、イエーイ。じゃあ行きましょうか。どうした、ホームベース、太一。はい、SDR 200 2ストローク、多分2本しか出してないから、かや出てないから、うん、いえ、サンキュー。わかった、いける？行きましょうか。オッケー、あ、それらこうなんや。あれ、トイレット、トイレット、トイレ、うん、こっちがキャッスル。